疲れ様です。お疲れ様です。すごいとこから来ました。いいです。あ、どうもお久しぶりです。どうぞ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 。ちょっと、これ奈々ちゃんに。え、本当にいいんですか。あ、いやもう恐れ多くも恐れ多くも引こうか、行ってみようか。あ、いいところ。あ、あれ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 、コミュニケーション難しいんだ。味見しますね。ジャパニーズウイスキーの味。もう 2.8 度じゃん。よー、ありがとうございます。君たちをこういう日いつまで日遊びを。揃ってしまいました。いい天気だ、ほら。あの今最近流行ってるあの農家のなんか荒らしてる人ですか。じゃじゃん。え、荒らしてる人じゃじゃん。あ、すごい。いや、すごい。これいつもの羽物じゃなくて本物よ。いや、本当製品、あの商品のやつじゃん。出荷用よ。ね。土地を止めと土地愛か。こっちは新品種。で、これあの今から敵屋さんがさばいてくれるでしょ。敵が目の前に。ああ、どうぞどうぞ。ベッドを見てこうやって。あ、これすごいね。送ったんよ。マジで。キャンプ場で。すごい。いや、あれですよ。会長が必ず食事、飯食う前にフルーツ食べる。習慣がある。水着物だから。水着物ね。フルーツ盛り合わせ。わ、でかいね。盛り合わせじゃないか。やっぱり習慣。いや、すごいな。食べ比べすると、こっちは、まあ、普通の土地のとおりで、甘い、酸っぱいんだけど、こっちはね、甘みが強い。新品種、土地愛か。あ、なんだ。これ去年ぐらいから出たね。あ、なんか、そうだよ、そうだよね。こっちはすごい甘い。こっちの方がなんかね、イチゴっていう形してますもんね、でもね。形はね。これね、品種がなんか、つぶつぶがちょっと違うよね。それもあるし、このヘタのところがへこんでるんで、断面取るとハート型になるの。へぇ、断面がそう。ここが、とちおとめはこっちが出っ張ってるんで、切っても楕円形なんだけど、これはこのヘタのところがへこんでる。これも揚げちゃうの？コロッケみたいです。コロッケ、そう、フライにして、天ぷら。ちょっとこれなんか、天ぷら。まさか。これちゃんとここ食べないともったいないね。もったいないね。残さず食べて。ちなみに今これはどういう時間なんですかね。これはもうフリータイム、顔合わせのトークタイム。これあとヒーリングカップル発生するんですか。でなんかカーテンの奥からこう覗いてるやつ。懐かしい。どなた気に入りましたか。そう懐かしい。よし、あ、ちょっと、いや、ダメだよ。あ、どうも、よし、何回もやってないもんね。やってない。うんと、また行きたいね。行きましょうよ。すごいな。あ、なんかこれちゃんとしっかり乾いた乾燥した音してますね。どうぞ。ありがとうございました。酒残ってない？大丈夫？
あ、どうもどうも、はい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 、どうもどうも、そこ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 、うん、朝入ってきたし、今回、去年の G20 どうもどうもどうも、あれ、はい、入れますけど、はい、はいはい、あ、やっぱでかくなってるよ。いや、顔が変わってるもん、もう。どうもどうもどうも。どうも。よし、よし、よし。どうもどうもどうも。どうもどうも。どうもどうも。久しぶり。元気だった。いや、なんか本当。声変わってる。背がすげえ伸びてるよ。うわ、ほんまじゃ。すごい。本当だよ。すごいな。疲れた。疲れた。よかったな。すごいね。大きくなった。大きくなったよ。1年で。こんな1年でこれ。やっと会いましたね。うん。あれ真ん中にいいんじゃない。ま。ね、真ん中空いてますよ。真ん中。そう、なるべくこう移動させてね。かっこいいね。いや、もう真ん中に来た方がいい、真ん中に来た方がいいと思いますよ。うん、ゆうべから来たかったんですけどね。いやいやいや、僕も今日からなんですよ。あ、なんか、あれ、うん、道混んでませんでした。全然。はい、景品、じゃんけん景品で、先生、あの、このようなものが献上されたとですよ。どうですか先生。うわあ、なんかすごい。あ、なんかすごい。久しぶりです。ああ、すごい、すごい、すごい。え、これ、こんな大量になんか、なんかすごいぞ。え、なにこれ。なんかすごいじゃん、これ。20人って聞いてたから、で、24個あるんで、1人1個ずつは絶対当たる。ああ、そうそうそう。いや、行かせてもらうぞ。これ。なんかすごい。え、関西限定でね。いや、なんか、え、発売されたんですか。ケージもすごいですね。これ何ですか。この状態で売ってるんですか。そうそうそう。これ、これコンビニ専用とか、なんか。いや、ね、コンビニとスーパーでも置いてんのかな。初めて見た。いや、ちょっと。いや、すごいすごいすごい。これだから、明日はじゃんけんの。じゃんけんの。ああ。一人一個ずつ。ああ、なんか。もう最近メインはこれですか。荷物が多い時はね。あ、はい。あ、こっちの方が荷物少なくなるんですか。いや、こっちは荷物が多いから、中に入れなあかんでしょ。そうですよね。だから、これやるんですよ。荷物少ない時は、はい、これのシングルのやつが。あ、なるほど。あ、間違えた、間違えた。向こう行っちゃった。早バスの音が聞こえます。笹バサさんですよ。こっちこっち
え、どこから来たの、どこから来た、あのなんかすすきの辺から出てる、マジか、どうも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 、どうも、すすきの辺かっこいいな、これもよし、あ、はやぶさの横、あ、またやっぱりはやぶさの横だな、鈴木が、いやいやいや、あ、これ、これは期待できるやつかな、あ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 、すごいとこから来ました、いや、どこから来たんですか、ちょ突然現れて、さっき向こう行ったんですよね、3回ぐらい、そうですよ、なんかまたコンビニでも行ったのかなと思ったんですけどオフロードみたいな、そう、なんであそこの道なかったのねなと思って、すごいくっつき虫が、あすごい、もういかんな仕方なんだえ、だってあの、え、あの草むらかしてきて、あそこから出てきた、あれ道なんですか、え、はい、道です、それ動画で撮るべきだな、全部入って、最初撮れない、お疲れ様です、こうやって見ると足回り結構違うんですね、認識によって、一回あそこで降りて、もう下りなんで、あ、どうも、すみません、お借りして逆に行きすぎてね、もう こぼれそうですもんね、おお、どうぞ、大丈夫、大丈夫、下なのか、なんか逆にない方がいいかな、ない方がいい、撮ってみます、ちょっと撮ってみます、あー、どっちがいい、これもあー、やばい、そうだ、やばい、それでいく、それでいく、ああ、お疲れ様です。あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうぞ、お久しぶりです。あ、どうも、お久しぶりです。どうぞ。今日よろしくお願いします。あれ、車とかなんか言ってたけど。あのバイクに変更。あ、変更したんですか。なります。あれ来るルートからこっちじゃなかった、あの期待してた、あっちが正規ルートでした、そうそう、正規ルート、正規ルート、あー、すいません、あの外れちゃうんで、親子揃えすいません、そうです、じゃあよろしくお願いします、あー、お疲れ様です、よろしくお願いします、一気にここ、あ、ほんと鈴木なんか鈴木率高まったね、鈴木だらけになっちゃう、鈴木だらけになっちゃったよ、杉さんマグカップ持ってきたから、マジだ、マジだ、持ってきました、そのせいじゃない、すごいですね、ちょっと、もう明日の朝ここ下焦げ焦げになってんじゃないですか、うわ、え、気をつけてね、まずいな、もう予約、あ、いや、ダメですって言われちゃいますね、うわイモニアできたということなので行きますよ、素晴らしい、止まりそうです、止まりますよ、いやもう手が冷たいよ、すごい、あ、これ、なんか、ちょっと入れてもらいますよ、ちょっと、すいません、ちょっと芝生屋入ってる、あ、トッピングね、
なんか山形の人はあの芋煮って言いながら肉食うっていう話を。あ、いや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 、すみません。あ、よし、ちょっと、ちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。来たよ。これ見えますか？うまっ。そうなんですよ、その肉がうまいんですよ。最高。うん、うまそうですね。うまい。寒いとこはこういう料理食べてこう温まるんですね。最高だなこれな。これ会場には今あのアンジーさんの顔がみんなに映ってますか？これあれなんですか、あのこの今映ってる画面が普通に映されるんですか？うん、いや、あの1個はこいつをみんなに回そうかなと思ってるんですね。あ、うん、なるほど。ちょっと画質が悪いですけど。皆さんどうする？うまいね。なになになに？焼くのないで。あ、焼くのちょっと今ないけど、あ、絶対食べたいな。食べたい、絶対食べたいな。あ、準備先に誰、どなたか、うん。あ、大丈夫だ。うん。よし。グリルがある、グリルがあるところ。あ、ありがとうございます。そこで爆弾中。爆弾。300年の掟破りですか。これやばいじゃないですか。結構しいです。あ、はい、じゃあちょっと、はい、いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？あ、うまい。うまいね。うまいね。え、マジですか、はい、あの例のあの鬼山くん、これであのだってこれで最近商売しませんでした、はい、お金も稼がしてもらいました。マジですか？これ奈々ちゃんに。え、本当にいいんですか？ああ、ありがとうございます、はい、まあ、よろしくお願いいたします。いや、はい、これ食べた。すごいな。ちょっと最後余ったらお父さんにも。はい、20年21で、この鬼山君、本家があって、本家があって、はいはい、それ売れ、あの売り切れだったんで、YouTube の作品を見て、はい、作って、何度もいろいろ改良を重ねて、もう羽を、はい、あの強化したり、はいはい、羽が取れないようにピン止め2箇所つけたり、目も取れないようにあのこのグーガン買ってきたり。本家は何ですか？こう羽が弱かったりするんですか？本家は、いやいや、あれ本物だから多分もっとしっかり作ってると思うんですよ、けどもほら、あの DIY の、はい、あの元のやつは結構弱っちいんで、それよりも、あ、なるほど、さらに、なるほど、なるほど、 DIY のやつよりもさらに改良を重ねて、申し訳ありませんけども大変稼がせていただきます。すごいなこれ。でこの素材、これ何なんですか？これストローですよ、100均のストロー。ああ。100均のストローを、100均のビーズ、100均の、うん、あのガムテープ、うん、あ、全部それで、うん、だからこれ1匹30円ぐらいなんですよ。一番高いのはこのストラップが10円。マジですか？多分原価30円。なるほど。じゃあ今これが本業になりつつあるみたいな。今シーズンの仕事も終わりましたね。いや、お疲れ。来年の春まで仕事を休みです。いや、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。女子がいるって。
炭ってなんかあるんでしたっけ。これも本物だね。あ、こっちか。これちょっともらおう。よし。いいね、いいね、いいね。さて行きますよ。僕はこの動画完成させるために3日間で睡眠時間3時間ちょっとしか寝てないんやから毎日。パワーディレクター落ちまくり。あのね、パワーディレが本来の機能で動いてくれたらもうできる。あれクラウドのソフトで僕のやり方がしいじゃん。モーションストラップであの動かし入れてるのが重いじゃん。あれが重すぎてもう動くやん。はやたんのその靴、あの暖かそうだね。これね。ワークマン。ああ。ワークマンなんか良さげなやつが今いっぱい出てますよね。ちょっとだけ。あ、そうなの。うん。この前初めてワークマンプラスに行った。違う、そう。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっとね、お皿的なものが。田中のね。ああ。じゃあちょっとどこに置いてもらおうかな。あ、じゃあちょっと。あ、すいません、すいません。ちょっとすいません。あ、そう、あ、ちょっと。あ、どう。え、いいですか。はい、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 はい。よしよし。うん。これはあの徳川家康の家紋付きの皇后様の、いやもう恐れ多くも、恐れ多くお父様この紋所がお父様あの目に入らなかった。お父様もよろしくお願いします。今明けの酒です。ありがとうございます。家吉の次に天下を。いやありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いやこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。お、来た。うわー、焼けてきたよ、これ。絶対爆弾と。爆弾と合う？あの先合う？さすがだな。もう分かってきた。よし、行こうか。行ってみようか。あ、うまい。あ、久しぶりだな。よくお店に行ってたの。うん、なかなか行けないじゃん、今。うん、
前回はすごいだったんですよね。日本茶がいっぱいあるって言ってましたね。今茨城の酒も入ったし、はいはい、うまいな。すいません、よろしく。これが何十マルシンね。耐熱した。いや、いいですよ。焼けぼっくりに火がついてる。いや、で、うん、ちょ、うん、はいはい。この前椅子専用なんですよね。だからなんか道のないところのものが出たから、で、あれあの焼く。あ、やるぞやるぞ、うまいうまい。はいはい。で、まあ、多いだけど、やるぞ、うん。バッチリバッチリ。近くの人が、週末見に行っていいですかっていうような、コメント入ってきた。うん。まあまあ。5万円しますよ、あれでしょ、本当は。持ちネタが。え飲みちゃうんですよ。うん。やっぱり焚き火ってね、まとめるってあんまないよね、こういう風に焚き火するっていう。また、九州で、あの、何機置いたあれ？あ、4機。1、2、3、4。勝ってる、勝ってる。6機ですよ。2つか。おい、20ぐらい並べたかったんだね、20ぐらい。そう。だからね、あれはね、よく会長から、薪がこんなにあるんですけど、これ。まだまだあるよ。まだまだ。これね。え、まだあるの？薪足りんのちゃうか、これも、ま、これね。え？結構バンバン焼かないと。いやー、これはちょっと、勤めて焼かなきゃいけないですね。勤めてね。お勤めになるね。これね。あの、もし余って処分に困るんだったら、うん、私もらっていきます。ああ、そうそう。詰めるならもう積んでてほしい。見てない。750X 乗ってたんですよ、DCT。そうですか。うん。まあ、半年で入れ替えたけどね。スープスープ。つまらなくて。これな、スープスープ。気持ちは分かります。私もオートマン乗ってそう。めちゃめちゃしてんね。でも渋滞はまったら楽だなと思います。だって俺、今のバイク、何に乗れるか分からんけど、次 DCT やな。はい、あと次はやっぱりちょっと長く乗るに楽しむにはしょうがないかなっていう。スーパーもいいけど DCT だったらまだ少し。なんかすごいね。丸のまま一匹入ってますんで。いやすごいね。団長並んだよ。ああ、レッグあるレッグあるんよ。こういう感じ。あるんやからね。昔のあの。そうそう。そう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 。そうよ。配給になっちゃった、ね。あと一番難しいのがこのやっぱりこれ配るですよね。そう、わけ隔てなくやらないとね、喧嘩になっちゃうからね。うんと。クマさんいたんだっけ？そう、くちばしで押した。一番、桃の。あ、いいところ？あ、あれ。あ、いやいや、ありがとう、ありがとう。すごいね。そうすべての。使い果たしてあれボタンは貸そうか、まあ、大きいの。いや大丈夫です。あ、ちょっといい。ちょっとしゅ。うーん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、す。締めのねうどんが。いやいやいや。はいはい、ポトフいただきます。ランさんが作ってくれました。うん。これ一番味噌ラーメンで。ああ。めっちゃうまい。うん。あれ、貝がある。大丈夫です。うまい。そんなに一回言っても、こんなに辛くない。うん、うん、うん。うまいな。ありがとうございます。Thank you.
ケーション難しいんですよ。結構ね、うちの子はね、小学校1年生の今も群れ出てるし、ちょっと僕も顔がポッと赤なるぐらいやの。たまに来て群れがポンと触ったりしたら、ちょっとこっちが20時25分ですね。で、あ、これか。何度だ5度カレーうどんですね。あの、あ、それは芋煮汁で、芋煮汁で、これ、あの朝までそのまま置いておくんじゃなかった。でも、山形では、うん、これは別にあの沸騰してから入れる必要ないんだ。ちょっと水足しますか。ちょっと足した方がいいかもしれないですね。これあのコクが強すぎちゃう。食べるんですよ。あのその味見は何を見る味見なんですか。麺の硬さ。なんかやらしいな。やらしい。はい、やらしい、やらしい。やらしい爺さんじゃなかったな。うまい。いや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 。こんな感じですよ皆さん。いただきます。本当に甘いです。とちあいかは。新商品とちあいか。とちあいかがこう半分に切るとね、ハート型してるんですよ。とちあいか。ちょっと待って。とちあいかね。とちあいかね。とちあいかが新品種。甘いんですよ。こっちはとにかく。甘いんですね。甘い。とちおとめ。あ、そうとね。じゃあ一人何3個ずつあるの？3個ぐらい大丈夫でしょう。よし。あ、ちょっとわからないよ、これ。鳥、とちあいかととちおとめね。とちおとめ。よしよしよし。もう一つの種類を。一人3個ぐらいいるんですね。とちおとめの方。さっき横下にのちおとめ。待って、とちあいかね。とちあいかの土産になるかと思って。いやいや、もう僕、ウイスキー、これ飲んでるけど、オッケーオッケー。とちあいか。ちょっとだけもらおうか。これ、味見、ジャパニーズウイスキーの味見じゃない。うん。甘っ。いや、もうこんだけ注いじゃったから、これでいきますか。うん。すごいね、これ。うまい。これはうまいわ。うわ。後味がさ、ああ。このちょっとこういう埋めた方がいいかな。埋めた方がどれ？湯割りのこう。カモじゃないの？ねえ、仕方がない。じゃあこれどうぞどうぞ。ありがとうございます。チョコいいじゃないですか。どうぞ。ウイスキーといえばチョコね。美味しいですねこのウイスキーね。おおこしゃこしゃ。これうまいもんこれ。ジャパニーズウイスキーうまい。うん、うまい、うん、うまい。 2.8 度じゃん。 2.9 度。あー、ポッカン新鮮にね、
今回で、ね、多分東海岸が初っ端とすると4回目でしたね、これね。4回目のオーサン G20 ですね、うん、あの東香川が一発目で、うん、元っ原が2回目 で、うん、でこの大野寺で2回やったから、うん、あ、そう、そういうことですね、2回目ですよね、うん、で、まあ、あのこの回がね、あの皆さん毎年楽しみにしていただいて、ここでまた皆が安全にね、あの1年間旅をされてバイクをこげなく愛されてね、でまたこの地で元気な姿でお会いできるっていうのが、あの非常に楽しみです、今からね、あのそれを記念してね、中締めで一本ですか、でこれはね、ここで今どなたが一番最年長ですかね、お父さん、あ、お父さん、お父さんです、私ですか、じゃあお父さんに締めていただきましょうよ、うん、あ、そうですね、そういうことがいいの、すいません、じゃあちょっと住所の大先輩に最後締めてよろしいですか、よろしいですか、はい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 、じゃあまた来年もここに集まられますようにちょっと記念いたしまして一本締めさせていただきます、はい、はい、よー、ありがとうございました、お疲れ様でーす、あとなのー、かわいいって、かわいいでしょ、あの、君社長、こういう日、いつまで火遊びをするつもりですか、火遊び大好きです、ね、ちょっと、あの、あ、火遊び好きだよね、あの、ほんと全部薪なくなっちゃってないの、本当に、もうこれで、これで最後だから、明日の朝の分とか考えなくてさ、全部やっちゃってさ、本当ですよね、誰がいけない、朝が一番寒いんだよ、あの、最後これ、もういいよって言ったのは、キコリン先輩でしたね、もう使っちゃえよとか、そう、言いません、言っちゃえって、えひどいなぁ、いや、ほら、あの人うちにいるつもりだから、あ、そうかそう、山 いっぱいあるから、 あると思ってんだね、あると思ってんだ、ね、本当かな、締め、あ、もう締めましたもんね、一回じゃあ流れ解散で、もう一回締めやったら怒られますよ、じゃあ明日7時、7時に、あの現地集合、現地集合で、現地集合で、あの、起こしてください。明日、朝屋と、朝屋と、はい、キノコ汁、キノコ汁ね。あの、血圧の高い人は、はい、テントの、ちょっと、テント内の偵察して、はい、ちょっと瀕死の状態になってないか、はい、朝チェック行きますから。そう、よろしくお願いします。そうね。あ、ノリさん、ノリさん。そう、そうね。ノリさん、そうですね。起こしてもらいましょう。じゃあ、お疲れさん、はい、どうぞどうぞどうぞ、夜中にトイレのパトロール3回ぐらい俺行きますから、ああそこだから、トイレのパトロールね、パトロールね、なんかあの冷たい便座気をつけてください、冷たいあの一番奥は和室洋室式だったんで、はい、23時39分ですね、すべて、終了しましたよ、もう焚き火の全部鎮火するまで、見守ってですね、でちょっとまあ完全なお開きということになりまして、外はもう0度だったですね、で中は 6.4 度ですね、ということで今日はおっさん G20 ということで、バイクが18台、車が2台、で、バイクはうち、タンデムが1つですね。で、親子参加が2組と、言ったことで、なかなか、集まりましたね。で、いろいろの、お勤め動画をですね、見ながら、まあ、盛り上がりましてですね。で、今日はちょっと、いろいろ食べたりとか言ったところを、ほとんど、ちょっと、撮る暇がなくてですね。で、まあ、ちょっと記録があんまりないんですが、なんとかちょっと、編集をして、記録としたいなと思ってますと。言ったことで、もう、あと、
ちょっと斜めなんだ、ここね。わかりますか、ちょっと斜めなんですよ。もうちょっとこういった状態ですが、なんとか寝てみますよ。よし、ということで、皆様、お勤め、ご苦労様、ます。はい。美容院のおいだらですね。分かれたこれ。ああ。清少 PA です。朝日。清少 PA で、もろもろの不具合等ですね。息子来てますから、息子が。どうこれ分かってないよね、ちょっとね。じゃあ、皆さん、今日これ一杯目ですよね。揃ってしまいました。どうも。お疲れ様です。会長から薪がこんなにあるんですけど、あ、いいところ、組長、おいつも行き来するよ。